中学2年生理科。今回は電力と熱量の関係についての学習です。電気は光や熱、音を発生させたり、物を動かしたりする働きがあります。このような働きができることをエネルギーを持つと言い、電気の持つエネルギーを電気エネルギーと言います。1秒あたりに消費する電気エネルギーの大きさを電力と言います。電力は電圧と電流に比例します。この関係は青い式に表しています。電流を流した時に発生する熱のように、物質に出入りする熱の量を熱量と言います。それでは、電熱線から発生する熱量は電力や電流を流す時間とどのように関係しているか、実験をしていきます。2オームの電熱線を用いて温度上昇の実験を行いました。電源装置に電熱線をつなぎ、時間の経過とともに温度が何度上昇するのかを測っていきます。2オームの電熱線を使って電圧 5V、電流 2.5A だったので、電力、電圧×電流は 12.5W でした。水の温度は最初 28.2 度で5分間測ったので、1分ごとの水の温度上昇をグラフにしてみるとこのようになります。水の上昇温度は電流を流した時間に比例しました。つまり電力が一定の場合、電熱線から発生する熱量は電流を流した時間に比例します。次に電力を変えた時の5分後の水の上昇温度との関係を見ていきます。先ほどの実験の 5V ではなく 2V、3V、4V について5分後の水の上昇温度を調べてみました。するとこのようになりました。5分後の上昇温度は電力の大きさに比例しました。電流を流す時間が一定の場合、電熱線から発生する熱量も電力の大きさに比例するということが分かりました。このようになります。以上で今回の学習を終わります。